西脇呉れ石、西脇呉れ石3月8日の1970年11月7日は日本の書家、名は聖、寺は、ジョレン、古縁。福井県大野郡勝山町出身。戦前は、福井高等女学校教諭、東京府主班学校教諭、東京府立、第三高等女学校講師などを務めた。小、大阪の村田解析に学んだが、 その存命中から東京で、草壁明確にも学んだ。この他感覚を富みた、鴨もめ派、漢詩を、国部青がけ、岡崎春石に学び、南河を長田モドを、三谷幸運、原田大山に学んだ。日本において、司書家に通じた最後の人物の一人である。1917年には、文部省より移植を受けて、国定書家立本を記号したことで著名であるが、 日展会員、毎日書道展名誉会員として、戦後の展覧会にも多数の作品を出品した。文化書道会会長。石碑の記号も手掛けており、現在全国に35基ほどの石碑を確認できる。特別展覧会生誕140年記念福井の偉人書家西脇呉石伝展図録より作成。現在140種を超える教科書や出版物が確認されている。 ジョレンの号は主に戦前までしか使われていない。教科書の書と展覧会の書は全く別の芸術館で書いたとの説がある。林敦史、近世、近代の著名書家による、石碑修正、草壁明確、岩屋十六6金井金道羅28名1700期体収録、西脇五石石碑一覧表、西脇五石、明確先生を忍びて、 書の友第2巻第6号、近藤幸岳、渡辺紗らを抑えての受賞。クレイ氏は3歳で文家である、西脇金目衛門の養子となった。洋衛門は、勝山藩最後の藩主小笠原町、守るの優筆であった人物。特別展覧会生誕140年記念福井の偉人書家西脇クレイ氏天図六国定第三期四つの教科書。各学年上下冊の、 計12冊を記号。前年に移植を受け、この年発行された。奥区34622979。ありがとうございます。